立命館大学の同席です。今回、植物発電によるワイヤレス植物モニタリングシステムを開発しましたので、説明いたします。まず、植物発電というのはどういうものかを説明します。こちらがこの植物発電電池になります。こちらの電極にテスターをつないでみますと、最初0ボルトにあった、ほぼ0ボルトの電圧がこのように増加していって、最終的に0.8ボルトの電圧が出ることになります。この発電の原理としましては、一般的な乾電池というのは政府の電極と電解液からなるのですが、今回の植物発電としては、こちらに示す2つの電極と植物からなります。特にこちらの電極を植物に挿すことで、植物の中を通る導管の水溶液が電解液となって発電しているわけです。こちらが今回開発したワイヤレス植物モニタリングシステムです。システムは植物発電センサーと受信機からなります。植物発電センサーは、先ほどご紹介した植物発電電池と送信機からなります。こちらの送信機が今回開発したシステムですけれども、植物の微小な電流をこちらのコンデンサーに蓄えて、消費電力の大きい送信機に、間欠的に駆動する電源回路を混合することにより、無線の送信に成功しました。このシステムはだいたい30分から40分でこちらの受信機にデータを送信できることになります。植物の水分状態が低い場合や、植物の状態が悪い場合には、水の吸い上げが弱くなって、このキャパシターにたまる電流が少なくなります。このため、こちらの送信機に無線を送信できる間隔が非常に長くなるため、受信機の受信間隔をモニタリングすれば、植物の健康状態がチェックできるということになります。それでは、この実際このシステムが無線の飛ぶ状態をお見せしたいと思います。今回開発したシステムは電池不要なため、人手の届かないような広大な農場等に有用であると思っています。個々の植物のモニタリングを通して、安定的な農業生産に寄与していきたいと思っています。また、このシステムはワイヤレスであるため、人手の邪魔にならないというような利点もありますので、この研究をさらに実用化に向けて進めていきたいと思っております。